ドリーム、森岡号とは、千葉県浦安市、東京都渋谷区、千代田区、豊島区、北区と岩手県森岡市を結ぶ、夜行高速バスである。運行開始当時は、相性がなかったが、パンフレットに楽ちんと大書きされており、特に、JR バス東北では、楽ちん、号と案内していたこと、鉄道駅での乗車券発売に伴うマルス収納のため、やがて、 楽チン号が正式な愛称となった。その後2008年7月1日の出発便より、楽チンが含名称化され、現在に至る。他客機における、増発便車両運用については、国際工業観光バスが担当。1号2号渋谷マーク式東京駅、池袋駅王子駅前盛岡駅3号4号、東京ディズニーランド東京駅池袋駅。 王子駅前森岡駅首都圏内のみの利用はできない。池袋駅は森岡業は池袋三越裏からの乗車となり、東京業は池袋駅東口公社場での公社となる。以前運行されていたドリーム森岡81号森岡業は池袋三越裏バス停を経由しなかった。ノクターン号の成功を受け、岩手県交通と 国際工業で本領線の構想が進められ、県交通は同じ地元事業者の岩手県北バスにも参入を打診し、県北バスはノクターン号で実績のある京浜急行電鉄をパートナーに参入を目論んだが、そこへ JR バス東北、関東が参入を希望し、採算が見込めなくなったことから県北、京急が撤退。4社体制での運行となった、東京側で、 池袋三越裏を経由し、森岡側の発着地が森岡バスセンターとなっていたのは、岩手県交通、国際工業が参入しているためである。現在は原則下機の車両を使用している。過去の使用車両ただし4車とも、他客機における貸切車両運用時の車種については、上記のものとは限らない。なお、1988年の運行開始当初は、4車とも、 専用車として、イスズスーパークルーザーを導入した。これは、スーパークルーザーが初めて夜行高速バスに使用された例でもある。過去の車両運行時刻、運賃、乗車券販売箇所などの詳細については、以下のサイトを参照されたい。ありがとうございます。